はい、皆さんこんにちは、葉月声です。こんにちは、玉木です。はい、葉月の show with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、本当にたくさん皆さん YouTube 見てくださってるんですけども、はい、その中のありがとうございます。ありがとうございます。コメントにありましたところで、はい、最近コメントも増えてきて、ね、すごい多いですよね。ありがとうございます、本当に。ごめんなさい、お一人ずつにちょっとこうコメント返しはできないんですけども、ちゃんと葉月声全部読んでおりますので、はい、書いていただいたらとっても嬉しく、はい、楽しく読ませていただいておりますので、ぜひ、気軽にコメントをお寄せいただければと思います。はい、でその中で、はい、ちょっとこれをズッキーにね、書いてみたいなっていうのがあったんですけれども、どういうコメントかというと、なんか好きなことを仕事にできないと波に乗れてないみたいな言い方をされてますが、それができない人が大半です。まあそうよね、そうですよね、別に逃げ回っているわけではなく、はい、稼ぐためには電車に乗って職場に行くのは当たり前なんですけど、っていう、まあ本当にごもっともです。いや、もうごもっとも、もう本当大半だと思いますが、いや、ごもっともです、はい、どう見解というか、まあだからね、この方のこのコメントを読んだ時に、うん、ちょっと僕は、まあ、若干反省したっていうか、はいはいはい、やっぱりなんか、気をつけてるつもりなんだけどなと思いながら、やっぱりこうジャッジしてるんだなと、なんかこっちがいいよと、こっちはダメよみたいな、そういうこうエネルギーが乗ってるんだなっていうのをすごい自分で感じて、なんかもうちょっとこうやっぱりフラットに、なんかお伝えしていかないといけないなっていうのを反省しました。なるほど、なるほど、僕がね、伝えてるのは、そうしないといけないっていう話じゃなくて、こうしたらこうなりますよっていうその仕組みを伝えてるつもりなの、私は。だから好きなことを仕事にできないとダメっていう話ではないの。でそれを好きなことを仕事にしなければならないっていう話でも決してない、ただこれからの世の中を考えると、もう好きなことしか仕事にできない世の中になってきますよってお伝えしたいわけ、はい、ね、うん、でだからそれが、いや、できてないんだからっていう、もしおっしゃるんだったら、いやいや、できる方法はありますよっていうのは今度次の段階なの。いや、もうそれで、いや、そんなこと言ったって、こうなんか無理じゃんみたいな風に思われるのは、なんか、そう思われるっていうか、そう、残念です、ね、うん、そうじゃないんだよ。そうそう、いや、もしですよ、そうしたいんだったらやる方法ありますよっていう、それはもちろん僕なりの方法だから、それが皆さんに全員に必ず効果あるかどうか、それはもちろん分かんないけども、僕だったらこんな風に考えたらいいんじゃないですかっていうことは言えるのよね。だからそのこっちにしないとダメなのよって話じゃないんですよ。ただもうこれはね、この秋から本当に起こってくることだけども、いわゆるその稼ぐためにお仕事をするっていう仕事のやり方は本当に立ち行かなくなると思います。もう本当に立ち行かなくなると僕は思う。でもやはりこう今ね、お勤め、本当さっきのコメントみたいに、もう本当にこの電車に乗らないといけないと思って、もうね、毎朝通勤だったりとか、もう本当にとりあえず職場に行かないといけないっていう人は、なかなかそう言われてもこう変えられないじゃないですか。まあ、そうは分かりますと、葉月さんが言ってるのは分かりますけれども、じゃあちょっとそういう今すぐに好きなことを仕事にできない、っていう方はどんな風に、話が戻るな。いや、そこ聞きたい。ね、なんかね、僕はやっぱりこれから起こることを考えると、多分そういう、結局ね、そうしたいけどそれができないって思っておられるわけじゃん、そうね、でもということはやっぱり本心、本音はそうしたいと思ってるっていうことだよね。いや、好きを仕事にしたいって、いや、これね、思わなかったらならないですよ。まあ、そういうコメントもね、っていうか、その自分の中でそういうことが、あ、そうなったらいいな、そうしたいなって思わなかったらそうはならないよっていうのをまず言っときます。まずそこね、まずそこね、いや、だからもう別にもう仕方がない、もういいじゃん別にそんなのって、もうなんかこれが私の仕事ですっていう、淡々とやってたらそのまま淡々といきますよって感じ。でもね、もうこんなの
もうやってられねえよみたいな、もう嫌だよみたいな風に思ったら、そういう現象がまた起きてきます、当然ね。でもうなんか仕事にしたいな、でもなやっぱり難しいよなっていう風な方は、うん、やっぱりどっちが強いかがすごく大事なのね。うん、そのなんかもう仕方がないかなが強かったら仕方がないが続くだけなの、まあ、当たり前なんで、うん、やっぱりそういう仕事してみたいよ私だってっていうもういや、やっちゃえみたいな、やぞっていう意図が強かったらまたそうなりますよ。だからそこをまず自分が本当にどうしたいのかっていうね、これ別に誰かに相談しなくてもいいから自分の中に聞いてみてください、本当にどうしたいのかっていう。で本当にどうしたいのかが明確になったら、まずその意図だけ投げかけてください。やり方はもう後の話だから、やり方考えなくていいから、やりたいっていうふうに、うん、いや、あのやりたいっていうか好きを仕事にしたいんだったら、ごめんなさい、これは意図の投げかけ方としてはやりたいはダメ、ダメ NG、 やります、そう、うん、好きを仕事にしますって言わないとそれダメ、うんうんうん、これ動かない、これはもう宇宙の仕組みだから、うん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 、でもそれはすごく多分抵抗があるはずなのね。そうですね、うん、なもう そんなこと言ったって無理って思ってるんだから、まずそこがすごい大きい、一番僕の中で言えば一番大きなブレイクポイントかもしれない。それを例えば声に出して別に誰かに聞かせなくてもいいけど、もう私好きなことだけしかしない、好きを仕事にするみたいな感じで言えたら、おー、そう、もう宇宙が本当に拍手しますよ。そうですね、なかなか声出してもないし、心の中でそう思っててもやっぱ、ね、ないですね。アウトプットするの、声出してみます、うん、声出すのいいかもしれないですね。そうだから できたらいいな、それは違う、ダメ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 、これもすごく大事なポイント、うんうん、だからもし本当にそうしたいと思うんだったら、それを声に出して糸を投げかけるっていうふうに僕はまずおすすめしたい、うん、でそうするとそれにふさわしい出来事は必ず起こってきますから、うん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 、自分が気合い入れてね、もういい、もういいやめ、まあ、好きしなことしかしないみたいな風にしたら、もう宇宙が必ず僕は答えてくれると思うん でそれの答え方は ある日突然会社がなくなっちゃうということかもしれないし、分かんない、もう会社に行けない事情が出てくるかもしれないし、分かんないよ。で一見それはネガティブなわけよ、やっぱり。そうですね、現象的には、うん、なんでって思っちゃうね。だって要はその普段の日常じゃなくなっちゃうわけだから。でもそこを通らない限りその次はいけないのよ。わかる？でもそこの現象だけをこうフォーカスしちゃうから、うん、やっぱちょっと迷っちゃいますよね、うん、それでもそれはだって好きを本当に仕事にすると思うんだったらよ、うん、今の仕事が嫌いだったらそれをやめるところから始めないとどうしようもないじゃん、うん、違う？違うってそうだけどそこがやめれないんですよ。いやだからそこは、うん、もう僕からするとやめれないんじゃなくて、うん、やめたくないのねっていうただそれだけの話だから、そのやめたくないんだったらそのままでいいじゃないと思うわけそういう話をしてるわけじゃないわけ。そうそうそう、仕組みの問題だから、うん、だから別に好きなことを仕事にしないと波に乗れないっていう話ではないよね。でも、あの大きな流れとしてはそっちへ向いてますよっていうことを僕はできるだけニュートラルにお伝えしたいと思ってるんだけども、なかなかそれはやっぱりどうしてもなんかこっちの水は甘いぞみたいな感じになっちゃってるのかもしれないんで、そこはなんか分かっちゃってるからそうなっちゃいますよね。まあなんかちょっと気をつけないといけないなと。そっかそっか、うん、そのおっしゃるように大半そうだから、うん、ね、それになんかいやあなたたち違いますよっていうのは、うん、それ違うと僕も思うんだよね。それ でもねそれも全部自由意志で選べるわけよ、うん、自分の自由意志で。もっとだから、まあ、僕は皆さんにお伝えしたいのは自分のその意志の力の強さっていうか、うん、その自分の思いのエネルギーの強さにもっと気づいてほしい、うん、いやそうするって決めたらそうなるからさって、うん、大丈夫だよ、うん、ただその決めるのがやっぱ怖いよねみたいな。そうですね、うん、でもその怖いのは怖いっていう方を選んでるんだよねって話なの。うん、で怖いっていうのは現状維持っていうことを選んでるんだよねって話なの。そうなっちゃうよね。なんかちょっと今なんか森本レオみたいな感じちょっとなってたそういうことですね。そうだから、そこをもうちょっと自分を客観視してみた方がいいんじゃないかなっていう気が
しますね。で今の世の中の流れ的には本当にそういうふうにもうなんかすごいネガティブな部分でもうやらざるを得ないようなことがそのなんだろうどん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 やっぱりこう選択肢が狭まってきちゃうわけよね。でだから本当にこう厳しくなってくるし、お仕事も選べなくなっちゃうし、まあ、給料も下がっちゃうし、はい、自由度がどんどん下がってくるっていう流れと、もう一つその正反対の流れがちゃんと存在してるわけよ。ものすごく好きなことをしてもう時間も自由に使えてものすごく豊かでいやもう本当に楽しいっていう人もいらっしゃるのよ。これがまた仕方がないっていうか、そのもしね周りにそういう人がいないんだったらそこから見直した方がいいよと思う僕。あのそういうその波動に触れてないから、それ分かんないよね。分かんないですね。みんなそうじゃん。もう仕方がないと思ってるけど、いやそうだよねと思っちゃう。そうそうそう、いやまあそう、こういうね画面通して、そうそう、こういう人本当になんかこういう人言ってることどうなのみたいな、いいじゃんそれでも。もうそれをだからいわゆる波動でエネルギーで感じてほしいわけよ。でもなんかそうは言いながらなちょっとなんかこういいよねみたいな、ちょっとなんかちょっと私もハズキみたいになりたいみたいな風に思ったら、それ OK ですよって感じです。 OK ですよ。 OK ですよ。 YouTube やってみてください。そっからそうよ、ほんと YouTube から始めようぜって。別に基本タダでできるんだもん、スマホ一つで、ね、だからそういうところから始めていかないと始まらないのよ。だからそっちに価値がないとかダメとか言ってるわけじゃないの。それはもしそういうニュアンスが伝わってるんだったらそれはもう僕の問題でごめんなさいって感じ。そうじゃなくて今もう明らかにそういう流れがあるよと、そしてそのポジティブな流れもどんどん今加速してるから本当にチャンスだと僕は思うし、でも選ぶのはあなたですって感じ。それはもう強制はできません。自分で決めるだけで、やっぱりね、少なくともほらこういうの見てるわけだから、そうですよね、興味、そういう意味では波に乗ってると思うんですよね。そうなんですよ、興味をお持ちで見てるわけだから、もっと自分の本心に素直に、もうなんかそうじゃなくてさ、私もなんか葉月さんとか玉木さんみたいになりたいのよ、そういうのするのよするっていやいいじゃんって話なのねえ。そう面白いじゃないですか、コラボとかして面白い。そうそうそう、ね、だからそこから全部始まるから、そういう意味では、まあ、今日のテーマとしては、自分の本心を口に出して宇宙に投げかけてみるっていうところから始めてって、でそしたらちゃんとやってくるから。でも最初はごめんね言っとくよ、ネガティブなことに一見ネガティブに見えることの方が多いと思う。でも裏を返せばそれはもうポジティブっていうかね、そうポジティブに続く道なんだもん。だって今のやつを手放さない限り次のも入ってこないんだから、今握ってるものを手放さないと新しいものを受け取れないわけよ。このままで受け取れないじゃん、ドラえもんになっちゃうじゃん、ね、このままじゃ。だからこうしないと、それがただ今から起こるよっていう話をしてるんだけども、それがまあ怖いのもよくわかる。だからそれはもう皆さんが一人一人が決めるしかないよっていうのをお伝えしたいので、決してそのなんかそっちに価値がないですよとか言ってるつもりではないので、そこはまあもしそう感じられたらそれはあの素直に謝ります、ごめんなさいね。はいはい、ということで今日ねちょっとコメントを拾って、はい、あのお話しさせていただきました。はい、参考にしてみてください。はい、はい